まあ、そんな感じでね。うん。盗撮って何いや、一応、アンチが言うには、無許可でね、無許可で、なんかこう、例えば、道に歩ってる人とかチラッて写っても、それも全部盗撮になるんだって、アンチが言うには。あと、なんか、お店とかで無許可で配信しても、それも全部盗撮になるんだって。<laughs> アンチが言うにはね、アンチの脳みそだと。アンチの中の法律では、それが盗撮になるらしい。<laughs> まあ、救えないぐらいのバカだよね。 <laughs> うん、はあ <laughs> うんまあそんなこんなでね。<laughs> もうてか十一時か。もう十一うん

ちょっとね <laughs> う<ー>ん。 魔界村しよう。<laughs> 魔界村。ああ、そういえば魔界村やってたね。<laughs> 魔界村か、うん。ネタもないのに枠枠開けんな。いや、そろそろ俺も金稼がないといけないなと思って。いや、てかさ、だからもう配信してたらとりあえず金になるからさ、クリショーとかで。だからぶっちゃけ枠を開けてるけど、うん。別にネタもないよ。うん、もうやな、なんかさ、結局さ、 なんか金使いすぎたしさ、あとさ、例えばホームレスにさ、まあ、ツイキャスでやったね、ホームレスになんかお金配るとかってやつとかもさ、あれ結局経費の方がかかってるからさ、まあ、別にあれで稼ごうと思ってないけど。で、アンチが言うにはあ、ホームレス使って金稼ぐなとか言われてけど、むしろあれ赤人だし、っていうか黒人になろうと思ってやってないし、はっきり言って、しかも投げあれでなんか投げ銭とかしてくれる人っていつも投げてくれない人だし、 愛想じってぶっちゃけさ、愛しき曲やんなくても投げてくれるから、ぶっちゃけた話で本当一番金稼ぐんだったら家で雑談してるだけが一番稼げるんだよ。だって経費かかんないじゃん。うん。でホームレスにじゃあ一人さ3000円配るとって,て1人にったら3万だし、そんな経費の方が絶対上回るの見えてるし、そういうのだったら家で適当に喋ってた方が一応金かかんないじゃん、全く。それでいて投げ銭とかもなんだかんだ投げてくる人たちいるから、そういうのが一番稼げるのに、それでホームレスのネタに金稼ぐなって言われてもって感じだよね。<laughs> 本当に。 うん、家で普通に喋ってるのが一番稼げるんだけど、うん、外出たら経費かかるじゃん、まあ、外出て経費かかんないんだったら、まあ、そっちの方が儲かるとは思うけど家でねやってるとぐだるからね <laughs>、うん、でも下手に外出たってなんだかんだ金かかっちゃうから結局経費の方が上回っちゃうんだよね、うん<笑><笑> フォームレスって今,今あいますよ、なんだかんだ。うん、なんかね、都庁だっけのとこにめっちゃいた。うんうん、知らんかったけど。<laughs> 好みのタイプを教えて。<laughs> あ、でもなんかね、ツイッターでね、なんかいる なんか体調って人、なんか、配信やってる人しかわかんない。体調のね、しかも身長が147センチっていう、とんでもないね、ドエロい、しかも結構可愛い人がいるんですよ。スタイルがしかも痩せてて、とんでもないスタイルしてて、胸だけ出てて、で顔も結構僕好みなんですよ。って人がいるんですけど、俺、その人にね、一回 DM 送ったんですけど、帰ってこなかったですね。なんかね、その人が、なんか DM 返し、今からやるから、あの、 ね、DM をあの送りたい人は送ってねとかっつってフォロー外でも全然 DM 送ってくださいなんかみんなの DM 読みます返しますみたいなこと言ってたからあまじかと思って俺送ったんですよそしたら帰ってこなかったただその人がツイートしてたけどなんか DM が300件ぐらい来たとか,なんかその DM 送ってねとかって言った2日後ぐらいになんかツイートしてて DM が300件ぐらい来てみんなに返せないとかって言ってたから <laughs> 生まれちゃったのかなって、ね、その子とんでもないですよマジで当ンに。<laughs> うん <laughs> とんでもないスタイルで。しかも顔もね、すごい僕好みですね。胸だけとんでもないですよ。しかも微乳な感じ。微巨乳な感じ。微爆乳な感じ。で、痩せてんだよ、全然。全然太ってない。うん、とんでもないスタイル。それでいて、胸もかなり僕好みっていうか、すっごい可愛いと思う、うん。なんであんなフォロワーいるか知らないなんか配信やってる人なのか、それともあの、 なんかスタイルをただなんかこうちょくちょく写メ上げてるからそれだけでなんかフォロワー増えてるのか知らないけど配信者なのかな普通にやってたらだんだんフォロワー2万とかいかないもんな。うん。なんであんだけフォロワーいるか知らんけど。<laughs> うん。<laughs> そうですね。いや、あの子はあまだとんでもないっすわ。うん。<laughs> <laughs> 今日はもうフワッチゃやらないですかああ、フワッチはそうだね。うん、まあ、やってもいいんだけど、まあ、ちょっと疲れてきちゃったかな。<laughs> いや、なんかほら、なんだろう、もう最近フワッチ投げてくれる人少なくなっちゃったしね。まあでも、ニコニコとフワッチを交互にやったぐらいが一番稼げるとは思うけど。 うん、来場者によってお金もらえるからね。基本的にニコニコはね。で、投げてくれる人って大体どこも一緒だからさ。大体固定の人が投げてるだけだから、どこのフワッチの配信所でぶっちゃけ投げてくれる人が投げ終わったらもう投げ、投げられないからねそう。だから、来場者によってお金がもらえるやつと、その投げてくれる人が投げてくれるときに投げてもらってっていう、なんかフワッチを交互にやった方が一番儲かるんですよ。うん それが一番ぶっちゃけ、たぶん俺の場合は儲かる。本当にさ、過疎なさ、ネットホストみたいな、すっげー過疎ってて、一部の人の爆投げの収入だけって人は、そのシステムう,かいかうまくいかないと思うけど、ニコニコである程度人集まんないと、本当に金にならないから、クリショーは。だから、ネットホストはそれができない。ただ、ふわっとやってる、一部の投げてるやつしかできないと思うけど、俺はなんだかんだそれなりに人来てくれるから、そう。で クリションもなんかつけてるだけでそれなりの金額になるからねで。俺の場合は多分交互にやった方が一番ぶっちゃけ儲かる。稼ぐだけで見たら。うん。だ人によるんだよ。うん。人によってやり方が違うからね。その稼げる方法ってのは。うん。じゃ例えば毎日配信をじゃあ8時間仮にね、やるとするじゃん。仮によ。仮に一ヶ月、1日8時間ぐらい配信をやり続けたとして、 で、それをふわっちをじゃあ8時間やるよりも、たぶんね、あの、ふわっち四時、ふわっち2、3時間とか4時間とかで、その半分ぐらいをなんかニコニコ、俺の場合、あちゃったらもう結局そだ、その後は投げられないからね、ふわっちはね。だったら人が来るだけで、それなりの時給になるニコ生も加えてた方が、あの、投げ銭来なくてもお金になるからさ、そっちの方がやっぱ多分俺の場合強いと思う。 うん、それは思いますね。うん <laughs> うん、まあ分かんない。まあ比率的に分かんないけど、まあ4、4ぐらいでもいいんじゃないもし1日8時間だったら、ニコ生8時間、フワッチャ8時間ってのを繰り返した方が、分、うん、そっちの方が多分稼げると思うな、俺の場合は。うん、はい、あ。 うん, <laughs>、うんはあ、うん <laughs> あまあ顔も出さないでグダグダやってるからね。 あからさ喰い症目的なのが分かったっていうのとあとコメントコメディ配信などとあとまあ時間がもう遅くなってきたからねかそってきたな。